はい、皆さんこんにちは。前回、FF ストーブを、300ワットのバッテリー直付け用のインバーターで、点灯試験実施しましたが、今回は、この、シガーソケットから 100V に変えるインバーター、こちらで、FF ストーブが点火できるか使用できるか実験してみたいと思います。このシガライター、普通10アンペアとか15アンペアしか使えないと思うんですけども、で、定格出力が130ワット、最大出力150ワット、瞬間最大出力300ワットというものです。裏に見ると、長時間定格出力、長時間使用できる130ワット、最大出力5分以内だと使用できる150ワット、最大、出力、瞬間最大出力、0.1 秒間に限り 出力することができるということです。300ワット、これが、DC12V、AC100V、入力電流15アンペア、ということで、周波数が、60Hz になってます。北海道は 50Hz なんですが、ちょっとこちらの取説がちょっと見当たらなかったんですが、パッと見周りを見たところ周波数が書いてないので、まあ大丈夫かなということで、ちょっと実験してみたいと思います。で、シガーライソケットとにつなぐタイプなんですが、ちょっといつもですが、コネクタに付け替えて、接続がシガーソケット以外で使えるような形に、加工してます。で、これを、車用ホームセンターで売っていた自動車用バッテリーです。 40B19L、3000円か4000円程度の値段だったと思います。で、 40B、容量は28アンペアアワー、2アンペアで14時間ほど持つという性能です。それでは、接続してみます。電源入れます。はい、入りました。それでは、ストーブの FF ストーブの電源を、ここにつなぎたいと思います。はい、ストーブが表示が出ました。電源が入っています。電源リセットされると、これに時計がついてるんですが、これが止まったままになるので一旦適当な値に合わせておきます。1時1分にしておきます。はい、それでは、電源オンにしたいと思います。はい、電源オンしました。で、テスターで今電流どのぐらい流れてるか見てみますと、今 7.5 アンペアぐらい電流が流れてます。火がつき始めました。青白い炎が見えます。設定温度を19まで下げておきます。火がついたようです。今電流3アンペアぐらいになっています。ただいま電流が 2.5 アンペア前後です。
燃焼が弱まってきて、電流も 1.3 アンペアぐらいに下がってきました。はい、室温も上がってきて、燃焼も微小のになってきたようです。現在の電流が 0.8 アンペア、 0.8 アンペアぐらいになっています。今回シガーソケットで使用できる 130W、 定格 130W のインバーターで、FF ストーブが使用できるか実験してみました。微小燃焼になると1アンペア程度、点火時には、7アンペア近く、まあ、90ワット近く必要ということで、このバッテリー 40B19L の場合、性能ランク40、容量は28アンペアアワー、1アンペアだとすると28時間、丸1日以上使える。ただしこのバッテリーが満充電されてて、この性能ランクの性能を出せる状態であるということが、前提になります。常時このカーバッテリーを室内で保管してこの性能ランクが出せる状態に保つというのは、難しいかと思います。常に充電しておくか、頻繁に充電する、または、太陽電池などで充電しておくなどの方法があるかもしれません。また万が一このバッテリーがなくてインバーターだけだった場合、車を近くに持ってこれれば、車で 100V にして、その電源をこの FF ストーブにつないで使用するっていうことも可能かと思います。今回、このインバーターと FF ストーブで実験して、問題なく使用できましたが、故障になる FF ストーブまたはインバーター等により、状況が変わるかもしれません。この動画を参考にして、実際にやられてみようと思う方は、自己責任でお願いいたします。以上、ご視聴ありがとうございました。